ロイヤルズは打線が4安打に終わり、大谷が所属するエンゼルスに0敗、10連敗となった。2回以降はわずかに安打と元気がなかった。これで今季成績は18勝51敗の勝率2割6分1厘。つい先日までは、ア・リーグ西地区のアスレチックスが勝率1割台と歴史的な低迷を続けていたが、そこから7連勝、その後に3連敗、現在は19勝53敗の勝率2割6分4厘となっており、ロ軍は両リーグ30球団で最低勝率に転落している。ロペスがおらんロイヤルズ打線の貧弱さよ。これじゃ勝てんし当然の10連敗や。エンゼルスは取りこぼしできんで。今年はエンゼルスそこそこ強いし、毎日のように放送しとるエンゼルスを基準にしたらアスレチックスやロイヤルズは普通に自力ないんやろなぁ、というのが予備知識なしでもわかるわ。昨年のフィリーズは、序盤の成績はひどかったが、監督更迭後、V 字回復してリーグ優勝までぎょうっとる。今年もカージナルスはあの戦力でなんであの成績なんか全く理解できんくらいやし、勝率が低いイコール自力がないと安易に片付けん方がええで。2桁勝った実績があるとはいえ、0勝11敗のピッチャーがローテーションにいる。アスレチックス対ロイヤルズは見どころ満載で白熱したシーソーゲームが期待できそうやな。試合見たらこのチームが18勝しとることが信じられん。全く得点の気配を感じんの矢賀監督の手腕か。アスレチックスのチーム状況を知るほど現在の成績に納得や、だからこそ藤波のことも使うんやなと思ったが、アスレチックスより勝率の低いチームが現れるとは。アスレチックスは打線は良い方やがロイヤルズには何もないな。今季最弱やと思う。アチューア1位も勝率5割が精一杯、弱すぎる。エンゼルスはチャンスやな、3立てしてさらに浮上や。その割に観客が多い気がするんやけど不思議やな。アスレチックス以下とかやべえな。笑えない弱さ。あんだけネタにされとるアスレチックスより弱いってもう救いようないやん。例年ならもっと騒がれてるやろ。